お疲れ様です。新宿のめぐです。今は西武新宿駅のペペ前広場に来ています。新宿にも丸々通りという通りがたくさんあるんですけども、今回はこちら靖国通り。この広い通り靖国通りというんですけども、今回はこちら靖国通りから新宿御苑のあたりまで歩いて、いろんなスポットとかを紹介探索していきたいと思います。早速ですが、西武新宿駅前の向かい側、あちらに大きいスクリーンがあります。ユニカビジョン、テレビやドラマ、映画などでよく見られるこの巨大なスクリーンも、有名なスポットになっております。それでは早速散歩していきたいと思います。はい、こちら歌舞伎町一番街です。こちらもすごい有名な通りになります。ここをまっすぐ行くと東急歌舞伎町タワーや東横広場に行くことができます。ここら辺は人混みがいつもすごいので、ちょっとぶつからないように歩くのが大変なんですけども、続けて歩いていきたいと思います。続いてはこちら、セントラルロードです。通称ゴジラロードと呼ばれています。こちらも有名な通りなんですけども、一番有名なのはあちらのゴジラ、東方シネマのゴジラになります。あのビルは1階には飲食店がいくつか入っていて、2階から上は映画館になっています。さらに上は、ホテルになっていて、あのゴジラの横顔を至近距離で見られる部屋がいくつかあるそうです。では続いて歩いていきたいと思います。このドンキは有名ですね。4階建てのドンキになります。メグもよくここで買い物をします。最近買ったのは除菌シートを買いました。カラオケパセラ、これも有名です。ハニトーのカラオケです。メグはまだハニトー食べたことがないので、企画でハニトを食べられたら食べたいです。続いてこちらは桜通りになります。こちらは飲食店がたくさんずらっとあるんですけども、有名なのはあのジョジョ園、あちらが有名ですね。じゃあ続いて歩いていきます。
イルミネーション綺麗。なんか夕方くらいの時間帯もしっかり綺麗に発光してて可愛い。ちなみにあの通りはモア4番街、モア4になります。モア4番街の向かい、こちらは東通りです。東通りではなく東通りになります。こちらも飲食店がたくさん入っていて、左側には以前お邪魔した花道東京歌舞伎町だったり、その向かいは新宿区役所の裏口になります。では次行ってみましょう。このカラカンはやっぱみんな来るカラカン、メグもたくさんここで歌いました。ミスドのいい匂いする。次はこちら区役所通りです。こちらは、表ですね、新宿区役所があります。イルミネーションも今は綺麗な時期です。区役所の奥にはパセラもう一店舗あったり、歌広場、あとミスド、ここ3階建てのミスドになります。歩いてる時からドーナツの匂いがすごくして食べたくなったんですけど、食べに行っていいですか？ダメ？じゃあ諦めて続いての紹介をしていきたいと思います。こちらは以前夏に撮影スポットで撮った新宿遊歩道公園。この奥を歩いていくと新宿ゴールデン街にたどり着けます。では次行っていきたいと思います。この交差点の先はピカデリーがあって、隣には伊勢丹が続いています。なんか改めて見ると伊勢丹大きいね。伊勢丹の奥にはカニ道楽です。大きいカニがいます。あれって動くんでしたっけ？動くとこ見たことない。これは木彫りの熊。ここは東京信用金庫には木彫りの熊がいます。こちらの通りの左側には新宿ゴールデン街、向かいの右側あの赤い建物が花園神社になります。新宿ゴールデン街の奥にはテルマ湯があります。では花園神社まで歩いていきます。に大きいね。カニ食べたくなってきた。このファミリーマートは靖国通り店、2月1日7時開店だそうです。まだ何にもない。花園神社にやってきました。こちらの花園神社、昔はこの場所になくて現在の伊勢丹の場所、伊勢丹の付近に建てたんですけども、1620年代にこちらの場所に移転したそうです。さらに以前は花園神社という名前ではなくって稲荷神社
花園稲荷神社と名前が、あったんですけども、昭和40年に今の名前花園神社が正式名称となったそうです。では新宿御苑までもうちょっとなので、もうちょっと歩きたいと思います。あのたい焼き屋さんは寄ったことはまだないんですけど、美味しそうなのでいつか寄ってみたいです。この大きい交差点、こちらは明治通りになります。変なものを見つけました。あの六六首、あのお店は謎なんですけども、買取専門店大吉、なんで六六首なのかは謎です。ここは丸いですね。新宿丸い。向かいのなんかうねうねした建物、あの右側が末広通りになります。あそこも飲食店がたくさん入ってます。ここ何屋さんなの？かわいいフクロウがいます。はい、こちらが新宿5丁目東の五差路なんですけども、ちょうどここで靖国通りと明治通りがぶつかってるとこなんですけど、こちらを曲がってまっすぐ行くと、もうちょっと行くと、新宿御苑なので、信号を渡って新宿御苑まで行きたいと思います。この通りも青いイルミネーションがすごく綺麗です。新宿三丁目駅、ここを降りると新宿三丁目駅です。実は新宿駅から新宿三丁目駅はそんなに遠くないんですね。ドコモタワーが見えてきました。今日も綺麗にライトアップされてます。この辺りまで来ると人通りも結構少なくなってきます。気になる飲食店がいっぱいあります。あれも丸いですね。丸いアネックス、新宿御苑まであと少しです。新宿御苑左に90メートル、もうちょっとです。渡って左かな。寒い。新宿御苑に着きました。今回は西武新宿駅のペペ前広場から靖国通りを通って新宿御苑まで来ました。次回は今回通った通りの反対側の通りを通ってペペ前広場まで歩いていきたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。